こんにちは、うなぎ屋です。いつもご視聴コメントいただきありがとうございます。今回は王将戦第3局1日目の対局内容につきまして、個人的に印象的だった部分をですね、ご紹介させていただきます。よろしければ最後までご覧ください。まずご紹介させていただきたいのが、なんといっても本局の戦型選択ですよね。菅井達也八段が、まあ、先手番、ここまで、2勝0敗で迎えて負けられない第3局の先手番でどのような手を指すのかっていったところにですね、まず皆さん注目されていたと思うんですけれど、まさかの7六歩8四歩に対して7七角をですね、選ばれたんですよね。で、この7七角って今ここで指す必要がない手なんですよね。例えばここで7八飛車と指していれば、藤井さんおそらく8五歩と指してくるので、ここで、7七角と上がっておけばいいわけなんですよね。じゃあなんでここで7七角と、先に上がったのかって話なんですけれども、まあ、単純にですね、この角が上がったスペースに飛車を振りたいっていう意味があっての一手なんですよね。向かい飛車と呼ばれる形になるんですけれども、まあそこをですね、そして指して藤井さんも簡単に8五歩とは指さなかったんですよね。後々ですね、まあ8六歩から振り飛車側から仕掛けていって、この飛車先をですね、逆襲する狙いっていったところが生まれやすいんですよね。だから藤井さんとしてもなかなかこの7七角を見て向かい飛車を匂わされたので、8五歩ではなくて、ここのタイミングで、3四歩とついて角道を開けていきましたと。さらにですね、ここで、まあ、自然というか、あの無難に指すなら、ここで6六歩というですね、手もあるんですよね。まあ、これだったらまだ四間飛車、三間飛車、向かい飛車それぞれあるっていう形なんですけれども、菅井さんは、5六歩とですね、私は7七角で向かい飛車を指しますよ。さらに5六歩で角筋をですね、通したまんま戦いますよという、こう、意思表示を見せるんですよね。で、この手に対して6二銀と上がって、ここで8八飛車っていうのがですね、本譜3手目で7七角とした菅井さんの、指し手としては自然な一着となっております。一応ここでですね、5五歩とついていく手であれば、あの中飛車をですね、刺すっていう選択肢もあるんですけれども、まあ、この中飛車を刺すっていう意味であれば、そもそも初手に5六歩とついて、中飛車のですね、形を見せていけばよかったっていう話になりますので、まあ、本譜の進行が一番流れとしては自然なのかなっていったところになります。で、なぜこの戦型を菅井八段が選んだのかって言ったところなんですけれども、私はやっぱりこの一連のですね、この序盤の流れに本対局にかけるですね、菅井八段の、思いみたいなところを非常に感じましたね。と言いますのも、やっぱり第1局、第2局とですね、結果を振り返ると、特に第2局なんかは藤井さんがですね、本当に菅井さんの三間飛車を圧倒した形だと思うんですよね。そしてそれを受けて1週間後に行われる第3局に向けて用意してきた作戦が、この、角道を開けた向かい飛車なんだと考えると、こう、感慨深いものがですね、ありますよね。線形的な狙いでいくと、まあ、角道を開けた形になっているので、まあ、角がですね、向かい合っている形になりますので、角交換になりやすい形なんですよね。で、そうなってくると、穴熊を居飛車が例えば組もうとすると、やっぱり穴熊ってこう、硬いんですけれども、駒がですね、固まっているので、バランスが悪いっていう見方もできるんですよね。そうなってくると、居飛車側としても、硬いのは分かってるんだけれども、角交換になった時に、バランスの悪さを考慮するとなかなか、穴熊は刺しづらいって言ったところもあって、まあ、第1局、第2局の、藤井さんの、穴熊の攻略っていったところが難しいっていうところを受けてですね、まあ、この戦型を菅井さんが選択したのかなっていうふうにですね、思っております。私もいろいろと、まあ、穴熊対策にどういう手を指すんだろうなってことを考えていたんですけれども、さすがにですね、この、角道を開けた向かい飛車っていうのは予想できなかったですね。本当に朝一からですね、菅井さんのこの戦型選択には驚かされました。それでは続きまして、藤井聡太王将の印象的な手についてお話をさせていただくんですけれども、この後の進行としてはですね、この角を、お互い向き合った形のまま駒組みが進んでいきます。で、先手の菅井さんは、美濃囲いにしまして、8五歩を見てですね、角交換を挑んでいきます。で、それに対して同玉と応じて
後手の、藤井王将もですね、3二銀と上がり、美濃囲いを組んでいきますと。で、早速先手の菅井さんの方からですね、7五歩から仕掛けていって戦いが始まったわけなんですけれども、いろいろとですね、この7四歩なんかもですね、先手の、攻めを呼び込みながらカウンターを狙っていくといったようなですね、手で非常にですね、面白い手だなっていうふうに見ていたんですけれども、まあ、1日目終わった段階で、7二飛車と寄った局面で、菅井さんが封じ手の局面となったわけなんですけれども、評価値的にも先手、よしのですね、展開になった、きっかけとなった、まあ、7四歩も印象的なんですけれども、個人的にはもうちょっと戻りまして、この、角成りに対するですね、2二玉っていうですね、この同玉の一手がですね、すごく印象的だったんですよね。と言いますのも、一見この不自然な同玉という一手に対してですね、持ち時間をですね、藤井さん40分使われてるんですよね。一見この同玉っていう手はですね、まあ、当然ながら角取られたので、まあ、同銀か同玉で応じなければ角損になってしまってって言ったところで当然の一手なんですけれども、同銀っていう手って、こう、一瞬ですね、この銀が王様の逃げ道を塞ぐ役割をしてしまってて、非常に指しづらいんですよね。なので、このまま、この2二に銀を放置しておくわけにはいけないので、まあ、この後、例えば3三銀と上がるだとか、こういう一手が必要になってくるって言ったところで、まあ、指しづらい手なんですよ。だからこそ2二角成に対しては、同玉っていうのがすごく自然な一手ではあるんですけれども、まあ、ここにですね、持ち時間をかけているっていうですね、ところに、こう、妥協しない藤井さんの、って言ったところが見れたのかなっていうふうに思うんですよね。この後の、まあ、6六銀から、銀上がって7五歩という仕掛けっていうのはですね、ある意味、予想しやすい、展開でもあるんですけれども、一方で、もしかしたらここで、7七桂とかって上がって、もう少しですね、攻めを貯めるっていう選択肢とかも考えられたわけなんですよね。そういった意味で、この、一見当たり前な同玉にですね、時間を使うよりも、先手の、差し手って言ったところをですね、方針をもう少し見てから、先の展開を考えればいいんじゃないかって、効率的だっていう風なですね、見方もできると思うんですけれども、まあ、この考えても仕方がないと思えるような局面で、この局面で読んでしまうといろんな手を読まなきゃいけないんだけれども、それでも読むっていうところにですね、藤井さんの姿勢というか、そういう藤井さんだからこそこれだけの偉業をこれまで達成してきたのかなっていうようなですね、まあ、そういったこう、藤井さんらしさが見れた一手だと思っておりまして、私個人的にはですね、非常に1日目の指し手の中で、藤井さんの指し手ではこの同玉という一手がですね、印象的だったんですよね。1日目が終了した段階での評価値的な形勢で言うと、藤井王将が有利な状況となっておりますが、まだまだですね、まあお互い穴熊戦に比べると玉形が薄い形になってますので、まだまだちょっとどういう展開になるかっていったところはわからないんですけれども、菅井竜也八段の反撃、藤井王将のですね、盤石の、差し回し、それぞれに期待しつつ、2日目のですね、対局を楽しんでいきたいなと思います。皆さんはですね、1日目の対局内容につきまして、どのようにご覧になられましたでしょうか？ぜひですね、コメント欄等で感想等もお聞かせいただければと思います。またこの動画がですね、少しでも面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をいただけますと、大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではここまでご覧いただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。